それでは知事囲み次第始めます。不正に関する質問をお受けいたします。時事通信の話です、日経平均株価が、最高高値を一時更新しましたが、知事の受け止めと、大阪府への影響を教えてください。はい、バブル以来の高値ということで株価が上がるのはいいことだと思いますが、ただやっぱり違うのが外国人が投資家が多く買っているということと、その実体経済が本当にこの市民生活にどこまで当時と比べて豊かになっているかというと、そこの実感はないと思いますので、なので株価が上がってそれだけでいいねというよりは、もっと実体経済とか市民生活が豊かになるように、賃上げであったり、そういったことがこれから重要になってくると思います。また企業の業績がプラスになっているのは、税収を見てもやっぱり事実だと思いますし、それはいいことだと思いますけど、どんどん新たな設備投資であったり、積極的な投資、賃金に回してもらいたいなというふうに思います。ちょっと連携なんですけれども、冒頭の質問の日経平均の件に関してなんですけれども、外国人投資家 の、その投資が活況ですけども、実体経済にどこまで影響しているのかというようなお発言あったかと思いますが、先日も大阪府としてですね、その外国人投資家を呼び込むために、国際金融都市を目指すということで、その特区に関する提案というのも、発表されていたかと思うんですけれども、そういう意味ではその大阪府としてそういう外国人投資家を呼び込む施策をやっているけれども、その実体経済にどこまでこう影響を与えているのかというのが、今の段階ではなかなか見えづらいというふうなご発言を考えるとですね、なんか国の取り組みがこう果たしてこう府民の生活がこう良くなったというふうに感じられるまで、やはりこうタイムラグがあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そのあたり、そのタイムラグを例えば縮める施策であったりとか、そういったお考えというのはあったりするんでしょうか。例えば国際金融であれば、外国人が直接その事業に投資をいたしますので、そこで事業再編であったり、事業 の、 合理化であったり、その生産性を高めるということに投資が行われますから、やはりそうなってくると在阪企業が持っているさまざまな力がよりアップすること、産業活性化になると思いますし、それから産業がこのままいけば後継者不足で消滅してしまうというような技術も承継されることになってくると思います。それから特に若手でさまざまな事業にチャレンジしようという起業家多いんですけれども、大阪の場合は東京よりも投資する方が少ないというところもありますので、そういった面から若手起業家が考える事業がより具体的な事業化に結びついていく可能性も高くなってくるというふうに思います。それはすなわち直接そこで働く人であったり、税収であったり、雇用に直接関係をしますので、産業に直接関係しますから、その投資が活発になればいいというふうに思います。もちろん株価が上がるのは僕はいいことだと思ってますので、下がるよりは。だから日経平均がこのバブル以来高値ということは、僕は喜ばしいことだと思います。別に否定的に捉えてないですからね。ただ質問として、質問というか、その当時の、バブル期の頃と比べてという意味であれば、あの時っていうのは、僕らバブルのちょっとバブルの頃にちょうど学生だったので、ちょっとその、大学生かな、ところですか、バブルの時に直接働いたわけじゃないですけれども、いろんな話を聞いていると、やはり当時というのは非常に経済も生活というか、その面でも非常に右肩上がりが肌で感じるような状況だったけれども、じゃあ今はそうですかというと、そういう状況では少なくともないなというふうに思ってますので、そこの差があるから、そこの差を見た時にもやっぱり株価が上がるのは非常にいいことなんですけれども、それに合わせて市民の暮らしとか国民の暮らしがより豊かになるように、それを賃金に還元するだとか、あるいはそのどんどん設備投資、企業がどんどん設備投資をして、より生産性を高めて、もらうだとか、そういったことをよりお願いしたいなと、企業にそういうふうにしてもらいたいなと、そういうふうに思います。バブル期の頃と少しバブル期を超えてるぐらいの生活感があるかというと、そうじゃないなというのが実態だと思うんです。なので株価が上がることはいいことだし、もちろん外国人投資家が買っているところもあるんですけれども、それは全然僕はいいことだ、別に悪いことでもないし、株価が上がるのもいいんだけれども、それに合わせて実体経済というか、その国民の暮らしというか、そういったものがもっと右肩上がりになっていくような、どこにこう反映されていく、賃金に反映するだとか、設備投資にどんどん反映するだとか、
そういったものにつながればいいなというふうに思います。株価が上がるのは僕は本当にいいことだと思います。現に大阪府の税収もおそらく今期の税収はもう予算ベースで過去最高、ほぼ過去最高に近いので、おそらく決算だったら2023年度か3年度3月で決算のところ、おそらくもう今の予算ベースでほぼ過去最高の税収に近いので、それを超えるだろうというふうに思っています。なので税収も確かに堅調に上がってきているし、株価も上がるのはいいことだと思います。ただそれがより実体経済というか国民の暮らしが良くなるところに反映されるように賃金の方に払われたり、あるいは企業がどんどん設備投資をして生産性を高めるというところにぜひ積極的投資をしてもらいたいなと、そして経済が良くなればいいなというふうに思います。株価が上がるのは僕はいいことだと思います。